そう、まあそんなわけでね、2週間ぶりに配信に帰ってきたわけなんですけども、まあこの2週間何をしていたかと申しますと、まあね、私喉がね、ちょっとあんまりよろしくなくてですね 喉の、なんかね、花粉症もあったんだけど、で、喉風邪もひいてて、ま、なんだけど、ま、もうすぐ18万人だし、やってやんぞっていう感じでね、ちょっと耐久で、まあ、結構歌ったことによって、ま、ちょっとね、プチュンとね、喉がいってしまわれまして、ま、それでね、なんか、異物感があるなぁ、みたいな。まあ、それで、ちょっとね、まあ、声帯の方がよろしくなくてですね。まあ、一度ね、声帯結節という、まあ、声帯に、タコみたいなのができるやつに一回なったことがあるんですね。なのでね、そういう人はなりやすいらしいので、見ましたか？サムネイル。あのサムネイル、ちゃんとリエルの声帯をモザイク、バチバチにかけたやつなんだけど、モザイクと、取れます。今日初めてね、VTuber できっと初でしょう。リエルの中では初めて、生声帯の写真をね、出そうと思うんですけど、そう。ただね、そう。バンされない、いや、そうなんよね。どうなんでしょうね。YouTube で声帯って調べたら、VTuber の人はさすがになかったんだけど、歌手の方が、声帯を載せてまして、そう、センシティブ判定。どうなんだろうね。一応ね、ちょっとカモフラージュ的にこれ用意してきたんだけど。さ、ね、エッチ、ドン。わかるかな？ちょっと、これさ、まず、ちょっと、黒いのをどかすのはちょっとどうなんだろうと思って、一旦ちょっと黒いの出してみたんだけど、これ、この時点でダメな人はまたブラウザバックしてもらって、ちょっと説明させてほしいんだけど、絶対で。右の方にポリープある。よく気づきましたね、みんなっていうか 白っぽくなってるのわかるかな。まあ、ポリープまでいかないんだけど、この白いのが、要は、声帯結節、なりかけの声帯なんですね、これ。要するに、白っぽくなってるのが、ちょっとね、声帯がむくんでるんですよ。で、この声帯のむくみというのは、喉の使いすぎで、まあ、なんだろう、筋肉痛じゃないけど、まあ、腫れちゃって、ちょっと喉の状態良くないということで、今ステロイドの薬飲んだりとか、黒いので言うとこの辺、わかるかな？ V 字が声帯なんだけども、で、この点、ここら辺がちょっと白いじゃん。この V 字のとこ。その白くなってるのが、まあ、腫れなんですわ、これ。まあ、それで、まあ、ここがちょっと危ないということで、で、まあ、薬飲んでるんですね。で、ここのこの V 字が、こうさらに腫れると、もう結節ですよってなって、まあ、1ヶ月間喋らない。あね、リエルはちなみに、ステロイドの薬を飲んで、前なった時は、約3週間、筆談でした。なので、まあ、これがね、ひどくなると、まあ、ちょっと良くないということで、ちょっと今の段階で、まあ、直していこうみたいな。で、まだね、治ってない。そう。まだ治ってない、ちなみに。やっぱりまだなんかちょっと異物感があって、まあ、大事な収録がちょっと、まあ、今週結構控えておりますので、収録だったり配信だったりいろいろ控えていて、それが終わったら、ちょっともう一回病院に行って、まあ、ちょっとどういうふうに、治療をね、考えていこうかなって思ってる。声帯結節になると、声がカスカスになるの。こういう感じの声になっちゃって、本当にね、声が出なくなっちゃうんだよね。喋るのは、極力今配信外ではあんまり喋らないようにしてる。あと、超低い声で喋ってる。さ、なんか今日、あれだよね。お茶ちょうだい、みたいな。これぐらいの低い声で喋ってます。普段は。でも決してね、テンションが低いわけではなくて、もう本当に、本当にね、心からテンション高いからね。そう。